県教育委員会は、家族の介護や世話をする18歳未満の子ども、ヤングケアラーの実態調査を、県内の中高生を対象に行うと発表しました。本来、大人が担うべき家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども、ヤングケアラー。学習や睡眠、遊びの時間が奪われるとして、社会問題となっています。これについて県教育委員会は、県内の公立高校の全学年と公立中学校の3年生を対象に、今月16日からインターネットで実態調査を行うと明らかにしました。厚生労働省と文部科学省の調査では、中学2年生の 5.7%、高校2年生の 4.1% が世話をしている家族がいると回答。県教委にもヤングケアラーに関する相談が寄せられているといいます。これはやはり新たな課題として今出てきているんじゃないかと。深刻な悩みになっている子どもを一日も早く、救えるようにしたい。また県教委はヤングケアラーに関する専用のメール相談窓口も設置し、調査結果を踏まえた上で今後の支援について考えたいとしています。